サッカー韓国代表の11月 FIFA ランキングが10月に続いて再び下落し、40位県にも入らなかった。アジア1位は日本がイランを逆転し、パク・ハソン監督率いるベトナムは3ランクアップの94位をマークした。韓国は28日。 FIFA が発表した11月のランキングで1459点を記録し先月よりにランクダウンした41位となった。今年9月に37位だった韓国は2ヶ月で2ランクずつ下落し、40位圏内から押し出された形だ。なお、アジア最高ランクはイランから日本に変わり、日本は28位で10月のランキングを維持。 イランは先月より6ランクダウンの33位となった。